大手センタービルは東京都千代田区大手町にある超高層ビル。竹中工務店が設計、施工し、建築家、柳沢孝彦も設計に携わった。再開発事業として既存の9階建ての2つのビルを取り壊し、1983年10月に竣工したオフィスビルである。隣接した太陽漁業本社、共和銀行本店ビルと、 三和銀行東京ビルを含んだ外区として、調和と共存を図るべく、配置、高さ、マッスのプロポーションの検討を重ね、総合設計制度の導入により、車線制限の緩和を受けて高さ100メートルを実現。これと引き換えに、敷地の43%に及ぶプラザを建物全面に設けている。ビルは大手町駅及び東京駅と地下通路で直結している。 1985年の BCS 賞を受賞。春光寺から2001年10月まで、住友金属工業株式会社が13階から23階までを使用するメインテマントであった。その後、リソナ、マルハビルと三菱東京 UFJ 銀行大手町ビルが立地した外区は都市再生特別地区の認定事業の一つとして、大手町ホトリアとして、 再開発され、大手モンタワー JX ビルと大手町、パークビルディングが竣工している。ありがとうございます。